岐阜市の日野基本射撃場では、去年6月、19歳の元自衛官候補生が訓練中に隊員に向けて自動小銃を発射し、2人が死亡、1人が大けがをしました。訓練は去年11月に再開されましたが、隊員が報道陣に向かって中指を立てるなどの不適切な行為をしたため、再度中断されていました。 名古屋市にある陸上自衛隊第10師団によりますと、事件の調査が終了したことや、射撃場を使用する部隊の訓練の実施体制が整ったことから、今月中旬以降の訓練再開の方針を明らかにしたということです。地域住民に対しては、今日から訓練再開を説明する資料を配布して伝えるということです。